じゃあ今回は今回はまずガソリン漏れがあるキャブレター、まあ、これ直してからじゃないとエンジン始動もままならないし各部チェックできないんで、とりあえずキャブレター直します。で、サイドファウルを外します。なるほどね、ネジ1個とクリップだけでしたね。次はタンクを外します。はい、キャブレターにつながってる燃料ホースとか、燃料ホースね、とか、ラジエーターのホースとかを全部取りました。で、あと次は、このエアクリボックスを、こっちに、この隙間分ちょっと動かして、で、ここを外して、ここにちょっとスペースを作るために、エアクリボックスを動かす準備します。ダメだ。これひどいですよね。中もなんかパテみたいな液ガスみたいなので埋めてて、上交換ですね。このフロートのピンを取ります。これは綺麗なの。フロートも綺麗なのね。で、ニードルバルブを取ってメインジェット、そういうことか。液ガスが詰まってんのか、これ。なんかエアスクリューは4回転回りました。多分これはおかしいですね。多分確か2回転ぐらいやったと思うんですけどね。ちょっと他の気筒でも見ます。ちょっと最初の気筒を見るの忘れてて。で、エアスクリューのところにバネがおるんで、それはこういう細い、見えるかな、針金で取ってます。よいしょ、やってます。このパッキンとかも新しく買ってるんですけど、一応払っときます。なんか全体的にガスケットのカスが入ってて、それが詰まってガソリン漏れ起こしてたんかなって感じですかね。キャブの中自体は結構綺麗ですね。
じゃあパイロット開けます。よし、よいしょ。はい、じゃあキャブクリーナーにつけときます。キャブクリーナーにドブ付けにしてます。見えるか。じゃあこの手順で全部開けていきます。スキップで。よし、じゃあ次は裏面を開けていきます。はい、じゃあキャブレターは昨日洗浄して綺麗になったんで、あとはもう組み付けていきます。はい、裏からね、裏とか上からね。今回僕が ZRX のキャブレターをオーバーホールするのに買った、部品をちょっと紹介していきます。動画ではこのネットで取れる ZRX のパーツリストを見ながら紹介しますね。まずキャブレターにクーラント液が入ってるんですけど、通る道があるんですけど、そのウォーターラインの三つ股のもの、なんていうのかな、これを、買いました。はい、これがちょっと1個取るとき壊れちゃったんで、それね、品番も載せておきます。で、次からは定番品で、フロートチャンバーのパッキンを4つ。とエアスクリューのちっちゃいパッキンを4つ。と、ちっちゃいエアスクリューのワッシャーを4つ。で今回買えなくて良さそうやったんですけど、一応念のため、まあ、次回以降バラした時に買えようかなと思って、よくすり減ると言われてるニードルバルブ、を4つ買いました。で、あと、これですね。これもね、今回は買えないです。全然使えたんで、フロートのピンですね。を4つ買いました。こんなん安かったですね。で、あとは部品見たんですけど、ほとんど綺麗で使えましそうなんで、このフロートとかも買い直そうかと思ったんですけど、大丈夫でした。はい。以上です。これらのパーツを入れ替えて、組んでいきます。あと言い忘れてた、フロートチャンバー止める鍋ネジは、ステンレスとかのやつで M4 の 15mm が使えるので、ホームセンターとかで売ってるので、これは新品に買いましょう。安いです。もう一個忘れてたんですけど、あとクーラント液が通るところのウォーターラインの、ラインホース、これね、ちょっとフューエルラインホース買ったんですけど、それもちょっと交換しようと思ってて、まあ、それと外径と内径一緒やったんで、それを使います。で、あとフューエルラインホース、ドレンホースなのかな、まあ、これも交換します。まあ、この辺に繋がってるやつですね。後で図で出しておきます。
はい、キャブレターの中身きれいにして、はい、じゃあキャブ直したんで、直してキャブ取り付けたんで、ちょっとエンジンかけてみます。いけるか？うわー、漏れてる。ちょっと別の原因やったみたいですね。やり直し。うわ、最悪。